野上浩二と三木ゆかりの火曜音楽家。イエーイ。さあ、今日も頑張っていきますよ。はい、おはがきたくさんいただいておりますけども、はい、ありがとうございます。嬉しいですね、本日のインタビューってのは励みになります。はい、ぜひよろしくお願いします。早速ご紹介させていただきます、はい、ちょっとお名前がない方からなんですけれども、はい、読ませていただきます、はい、エンディング曲の東京ジェラシー、三木ゆかりさん、とっても色っぽいですねということでありがとうございます。カラオケボックスで妻に練習してもらって、スナックで皆さんの前で披露してもらっておりますということで、あー素晴らしい、嬉しいね、嬉しいね、はい、ありがとうございます。皆さんにカラオケ歌ってもらうってこともあるよね、はい、ありがとうございます。そして続きがございます、はい、野上浩二さんと塚田博人さんの瑞穂ペイペイドームの2人の国歌独唱、黒のスーツがとってもお似合いで、よかったということです。あとオープニング曲の天神橋、はい、今度妻とスナックで、盛り上がりますということでお話いただいております。お願いいたします。ね、すごい、やっぱり嬉しいね。そうですね、歌っていただくことが何より、何より皆様を歌ってくださいね、はい、さあそしてもう一つ、はいはい、この、瑞穂ペイペイドームの国歌独唱について、はい、おはがきですね、福沢様ありがとうございます、はい、浩二さん、塚さん、さんとっても最高です、素敵ですということでいただいております。褒められると嬉しいもんだね。なっちゃいますね。はい。ということでね、今日も素敵なゲストをお越しいただいてます。どうぞお楽しみにしてください。本日のゲスト、はやぶささんです。イエーイ。さです。よろしくお願いいたします。お願いいたします。まあ9月になってもまだ暑いからね。夏してますね。ね、でも若いからいいね。ね、爽やかですね。爽やかよ。素敵です。ありがとうございます。8月のお盆はなお休み取れたんですか。そうなんです。ああ、いいね。あの7月中は、うん、あのアルバムを出していただいたんで、うん、それのキャンペーンでずっとほぼ1ヶ月、うん、ノンストップでやってた。おっ、1ヶ月、はい、うん、ちょっとまとまってお休みいただきました。何かやりました。やっぱりお墓参り行って、お墓参り行って、はい、で、まあ、数年ぶりに会うその友達とかにも会って、今年31になったんですけど、はい、やっぱ変わるなと思ったのが、周りがどんどん結婚して子供ができてる。おー、そういうことね。完璧に置いてきぼりくらってるんですよ。いや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 置いてきぼりじゃないよ。なんか、いや自分も、まあ、全然まだあれですけど、はい、なんかそれなりにやっぱ時間過ぎてるなって実感しました。独身のまま10パッキーじゃん。そうですね、そういう風に考えてます。置いてきぼりじゃない。先へ先へ家庭があるってのがなんかかっこいいなと思って。あら、そうなんだ。やっぱ、なんか男としての子の大分が家庭を守る、まあ、初代を守るですね。確かに確かに。でも友達と会って楽しかったですか。そうですね、はい、いろんな話できました。今日のものからは、はい、ですね、東京都にあるスパジアムジャポンっていう、スパジャポって言われてる大きなお風呂、はい、お風呂の施設に行ってきました。はい、はいはい、まあ、日帰りなんですけれども、はい、朝9時に入って夜8時ぐらいまでずっとそこの施設にいて、でお風呂と、それから岩盤浴の、そしてサウナももちろん入って、そこにこう、もう入り放題なので、はい、で全部その中でご飯も食べれますし、じゃあお風呂入って、はい、ご飯食べて、岩盤浴の方に帰って、で、お酒は飲まない。お酒は飲まない。ああ、そっか、そこでお酒飲むと美味しいんだけどね。なんか友達は本当にビールを美味しそうに飲むんですよ。最高らしいですね。ビールはいただけないので、あ、まあ、ジュースとかで、はい、ジュースも美味しいでしょ、汗かいたもう最高ですね。ジュースの中で何がいいんですか。僕ですか。最近はやっぱ炭酸のあって飲んだのはドラゴンスムージーっていうのを飲んでみました。スムージー、ドラゴンフルーツのスムージーです。おしゃれなの飲んできましたね。南国に行ったな気分で。おお、いいね。ね、いいお盆休みだね。今年は、はい、飲みましたね。ますますこれから頑張りますね。はい、新曲が出ましたね。まさかレイニーナイトという歌なんですけれども、はい、こちらはあの作曲が鶴岡正義先生、はい、大先生に作っていただいた歌で、はい、ちょっと切ない内容ですけれども、キャッチーっていうんですかね、ちょっとメロディーが、それを今一番頑張ってますので、ちょっとモード会話っぽい、もう王道の会話、はい、やっぱりそうだよ ね、はい、それを二人で歌う、はい、はい、そうですね、もう一人の主人公を二人で演じて、
の歌の内容的にここのところこのように歌うとすごく歌いやすいでしょうとかっていうのをちょっとアドバイスあったら嬉しいですけど、鶴岡先生のメロディーをやっぱり感じていただきたいのが、サビの雨雨雨よと繰り返されるところがあるんですけど、そこはあれもリズムに乗って軽やかに言っていただければ、どっしりこう構えて言葉の重みというよりかは、うん、こうリズムを楽しんでいただきたい場所なので、はいはいはい、ここぜひ注目して聞いていただきたい、これいいですよね。お二人で歌うのもありだし、一人で歌うのもありだし、そうなんですよね、はい、一人で歌えるものを二人で分けてるってだけなので、はい、一人でも、はい、ね、ムードカイロ大好きな方、俺も大好きなんでね、ちょっと聞かせてもらって、お、ここでちょっと歌ってみようかなと思ったしね、はい、どうぞ、すいません、恐縮です。やっぱりね、ムードカイロね、いいよね。そうですね、どちらかというとどっちが好きなムード歌謡、僕も子供の時からムード歌謡、あ、そうそう、はい、そうそう、もう演歌の方が多かったですけど、やっぱ最近はムード歌謡も素敵だなと、全然こう違いますね、歌っていても、あの歌い方も違うんですか、違いますね、それをちょっとずつこう覚えてきたら、もうだんだんもっと楽しくなりました、最初は苦手で拳回っちゃうんだよね、演歌しない人はね、どうしても出しすぎちゃうんですよね。はい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 、はい、もっと抑えて、うん、柔らかくっていう風に、はいはい、この歌のおかげで、おー、はい、っていうことはこの歌があまり声出すというよりも、そうなんです、柔らかく歌うこの方が大事、アドバイスかな、ね、そうですね、ぜひぜひ皆様、うん、あんまり声を出すよって、まあ、でも出さなくちゃいけないけど、ですけど、そんな強そうなんですよね、ちょっと難しいんだけどね、はい、それは CD を聴いてもらうとね、はい、わかりますので、ぜひぜひお返しを求めいただきたいと思います。また皆さんにメッセージございましたら、はい、デビュー13年目を迎えまして、今鶴岡先生に王道のムード歌謡をいただいております。ムード歌謡の新曲が少ない中でですね、このジャンルを大切に歌い継いでいければと思っておりますので、ぜひとも応援よろしくお願いいたします。今月は東京の方とそれから福島県とかでちょっとイベントにも出させていただくことが決まってるんで、ホームページをご覧いただきますと詳細が載っておりますので、よかったら見に来てください。ぜひお待ちしてます。よろしくお願いいたします。では、曲紹介のほどよろしくお願いします。はやぶさで赤坂レイニーナイト、いかがだったでしょうか、ね、はやぶさのお二人、やっぱり若いから爽やかだね、でも31になったって、ね、見えないね、見えますね、すごく、うん、そこわかる、はい、でもそれで若い人たちがまたムード歌謡をどんどん歌ってもらうといいなって、うん、そうですね、そうそう、自分本当大好きな本、はい、そう、次ね、うん、でも私たちもね、私もね、はい、先週のママさんもそうだったじゃない、はい、ね、ムード歌謡をこれから盛り上げたいっていうね、うん、ことでね、ぜひぜひね、はい、いろんな歌があっていいと思うんですね、そうですね、演歌もあり、うん、ムード歌謡もありっていうね、うん、音楽としてね、はい、皆さん楽しんでもらったりするといいかなと思ってますけどもね、はい、そして、プレゼントでしたね、はい、プレゼント、はい、先週に引き続きましてこちらのような、ちょっとこれサイズがこれよりちょっと大きめの、そうだね、はい、そうなんです、うん、こちらの方がちょっとお得感かなと思ってこちらをプレゼントにしたいと思います、はい、こちらは、はい、ペットボトルとか傘とかにね、つける名札のようなもので、はい、こちらをですね5名様に今月プレゼントさせていただきたいと思います。はい、お待ちしております。そして告知が、はい、ちゃんは、はい、はい、今月ではなくて今年ですね、私のミキミキ一番頑張るイベントとなっておりますので、ぜひ、ご参加していただきたいのでございます、横浜夢風歌謡祭2024のお知らせでございます。スペシャルゲストに作曲家の西剛先生をお招きいたしました、歌謡祭で、発表会とそして歌謡ショーのセットになったような催し物でございます。こちら、まだまだ参加者の方を募っております。生バンドで歌える方、そして通信カラオケで歌う方、どちらも大歓迎でございますので、ぜひ夢風歌謡祭2024にご参加ください。詳しくは私ミキあかりのサンドの飯より歌が好きのアメーバブログをご覧ください。
よろしくお願いします。はい、お待ちしております。はい、そして、私の方で間もなくですけどね、はい、9月の29日、日曜日浅草ビューホテル28階にて、私のバスでディナーショーを行いますんでね、お時間ありましたらぜひご参加ください。お待ちしております。ということでね、はい、まあ、あっという間にお別れのお時間ですけども、元気よく行きましょう、はい、ね、まだまだね、暑い可能性もあります。そうですね、水分不足にならないように呼吸しながら元気にね、今日頑張っていきましょう。では、って言いながらごきげんよう。さよなら。